G1 日本ダービーイコール2024年5月26日日曜3歳東京競馬場芝2400メートル柏木名翔太丸の取り消しによって逃げ馬不在こういうケースの時って意外とペースが速くなったりするんですけどそのまんまの超スローでしたね渡辺前後6波論が1分14秒81分09秒5だもんな苦笑い 柏木光ったたののはベテラン勢の手綱でした気合いをつけてゲートから出していったのはダノンデサイルの横山のりにシュガー君の竹豊それからエコロバルツの岩田パパその後ろにはジャスティン・ミラのイコール戸崎系にシックスペンスイコール川田息きのいい若手がもっと主張するかと思ったけど案外おとなしかったかな渡辺中でも目を見張ったのは最年長のダービージョッキーとなった横山のりだ 好意のポジション取りはもちろん、4勝手は外に出さず迷わず内に突っ込んで一気に抜け出した。ベテランらしい、読み、と、賭け、だったと思う。柏木抜け出してから最後まで脚色がなまらなかったのもすごかったですね。2着に2馬審査は完勝ですから。立派なものですし、今後も楽しみです。渡辺2着のジャスティン・ミラノも完璧だった。柏木落ち度はないと思いますね。 能力は出し切りました。渡辺運ただ、それにしては二馬身差というのは負けすぎない印象も。距離なのか、コンディションなのか、その理由がまだはっきり見えないが。対して三着シーンエンペラーは位置取りの差。集団からよく伸びてきたけど、あの展開ではここまでだろう。柏木、渡辺さん本命だったんですよね。思っていたよりもずっと馬が良くなっていて驚きました。 自分はあまり気がなかったのでお見事です。渡辺後ろから来たのは新エンペラーの他では5着レガレーラ。上がりはサンハロン33秒2と強烈だったけど、あそこからでは無理だ。柏木途中からまくって動いた4着サンライズアースや6着コスモキュランダのように行ければよかったですけど、そういうタイプでもないですからね。レガレーラには内枠もあだになったかな。 渡辺案外だったのは急着シックスペンス。一取りは良かったと思ったけど、キャリアの浅さが出たのだろうか。